はい、こんにちは。ちょっと本日は前回ね、ファビオさんとイングランド式シュート対決、フリーキック対決させてもらったんですけど、ちょっとファビオさんにお願いしに行くという動画を撮らせてもらってます、はい、独自の情報網でですね、はい、ファビオさんが今翔平くんとご飯を食べるという情報を翔平だろ、俺が今からファビオと飯食うから聞きました翔平くんから普通にね情報を得ましたので、翔平くんと2人でご飯行くっていうところを突撃して、なるほど、ちょっとファビオさんに一つお願い事をしたくて、はい、今YouTube のオープニング長いですか、もう飽きましたよ、飽きました、もう視聴者さんも言ってました、もうコメント毎回行きます、うん、オープニング変えてくれた、もう翔平入れただろう、なんだろう、もうカメラマンや言うて新オープニングを作ってもらおうと、オープニングをね、ファビオさんがね、ちょっと日本一のちょっと映像チームをお持ちということをお聞きしましたので、はい、ちょっとそのね、お力を借りたく、はい、お願いをしに行こうと、はい、確かにこれはね、ご飯食べた時言ってたんで、はい、まあ、やっぱ急に行ってもあれなんで、うん、ファビオさん、これは誕生日だったんで、はい、ハンプレをあげて、はい、ちょっと気分をあげて、お願いしよう、懐のやっぱ、多分お金めっちゃ高いんよ、映像作るから、うん、そこをやっぱ懐に入って、先行、じゃあ、ただでやってもらいましょうね、ただでと言うとあれだから、これよ、みたいな感じで、ラブチームズから入って、気分が良くなったところで、ちょっとお願いしたら、ファビオさんも OK、多分 OK してくれますし、まあ、先輩ですからね、俺は直属の。ということで、はい、ちょっとファビオさんもね。翔平に行ってもらって、さっき、うん、はい、ちょっと待ってください。突撃していきます、先に行ってきます、はい、はい、独自の情報網を使って、はい、お願いがございまして、何これ立った方がいいの、これ、いや、全然全然全然、これは誕生日だから誕生日プレゼントで、あ、これ誕生日プレゼントです、マジでガチで、はい、ガチ誕生日プレゼントです、おはようございます、えめっちゃ嬉しいよ、これ、これ俺あれや、それはでも宣伝になるな、俺な、まあ、それは俺からのマジで普通にプレゼント、めっちゃ嬉しいやん、みんなほんまありがとう、で、バイスリーの服も持ってきたんで、バイスリーじゃん、あ、俺らがやってるやつ、あー、これバイスリー、はい、これめっちゃいいやん、はい、ありがとう、3000万のそうですけど、あ、袋はパリ3000万なんで、まあちょっと期待しようかな、これこれこれ、それは普通にパリサンジェルマンの服、マジで T シャツ、ありがとう、嬉しいな、はい、でもこれあれし、これだけが得する企画なの、これ、いや、それと引き換えにと思います、待ってよ、すいません、探しております、最近まあ、YouTube の先輩なんで、ファビオさんにいろいろ教えてもらってるんですけど、はい、まあ、最近コメント欄の方で新オープニングを作ってくれというコメントがたくさん来ておりまして、はいはいはい、この前ファビオさんと、まあ、ご飯行った時になんか、はい、俺日本一の映像チーム持ってるみたいなこと言ってたんで、言ってましたね、はい、もうこの映像チームをお借りして、お借りしたいです、オープニングを作ってください、お願いします、お願いします、これ餌、これそういう感じ見えちゃうのも分かるんですけど、いや、餌とかじゃないです、もうそれはもう分かる、はい、確かに映像チーム持ってて、はい、YouTube とはちょっと違う、ちょっと関東 CM とかのチームなんだけど、はい、それで作ってほしいってことですね、いや、そうです、ぜひ、じゃあ今のオープニングを変えたいから、かっこいいのを作ってくれます、かっこいい、もう俺の宮丸社長っていう人に作ってもらってたんですけど、会社に作ってもらえないんでファンの人にちょっとすげえドエライの作ってほしいなと思って、はい、ドローンとか使ってっていう手なんで、日本中のドローン操縦士、そうだね、まあ、多分ドローン撮影やったら、まあ、多分ダントツ1位のチームだから、それかっこいいドレーンと思ってると、話にすると、オープニングを作りたいからかっこいいの作ってくれ、そうですね、無料でお願いします、お前だからって、甘えすぎやぞ人生でこんな楽じゃないぞ、解決に2勝してるんで、ね、ちょっと待って、そうだな、まあ、分かった、まあ、高校ですね、あー、翔平は、その場所で同級生だしな、ありがとう、じゃあ、
これみんなが喜ぶかどうかは別だからね。いやいやいや、でもだから俺らが喜べばいいんです。それは俺らがやりたいことやってるんで。でも YouTube っぽくはならないんだよ。いやもう全然ないです。びっくりするぐらいうわってのもできるけど、 YouTube らしくて、でももう映画の予告版ぐらいもうかっこいい感じの、もう1分ぐらい流してもね、オープニング長い。オープニングそれ流れて喋り始めるから、オープニングだけでもう5分ぐらい。お前2月日いくよ。オープニングで悩んでこいつ。分かった、じゃあちょっとみんなのために。あ、実際、もうちょっと詳細聞かせて。あ、まあ、そうです。はい、すり合わせ。これ、ここで聞いた方がいい。いや、もう、これはもう、承諾さえ取れれば、俺も帰っちゃうんで、ちょっと邪魔はできないんで、ご飯の。これはね、仲いい後輩たちに、承諾できますから。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、俺、何が得すんの、これ。まあ、プレゼント。プレゼントでした。まあ、それでチームを全面的に映すんで、はい、ちなみに俺らいろんな企業あるものね、メーカーさんとか、はい、だけどとんでもない額をいただいて作るから。なるほど、まあそうっすよね。持ってる以上の金額だったりも問題ないっすよね。ありがとうございます、まあ、そのチームもちょっと大宣伝するんで。、はい、まあ、でもみんなはうちのカメラマンとかみんなディレクターも自分の付き合い見てるから。あ、いいですか、ね、言ったから喜んでるんですか。し、確かにその FP ドローン、ドローンとかあります。アクション系のカメラでサッカーを撮ったことないから、ちょっと個人的に楽しみだな。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、お願いします。早っ。お願いします。ありがとうございました。作戦通りだな。失礼しました。あ、閉めました。ヤクルトの営業と一緒で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいところすみませんでした。ごゆっくりお食事してください。はい、生一つ。飲むやな。あの先輩なんでちょっと一杯だけ飲んで帰りましょうかね。明日。オッケー。はい、はい、ということで、さっきのねファビオさんとの動画からちょっと月日が経ちまして、だいぶ経った。新オープニングが完成したということで。ついに完成しました。もう流します今回。かっこよすぎる。かっこよすぎました。マジ見てほしいわ。はい。PV も作ってもらったんで、はい、それも後日 PV だけで流すんで、もういげつない動画になってるんで、お楽しみください。それでは新オープニングどうぞどうぞ。